ジノありきの晩のパク。デイリー新潮2024年5月21日。海外のカジノ業者の利益になるだけ。世界的建築家山本利権さんが明かした大阪万のパク批判発言の真意。安藤の忠夫さんは逃げてはいけない。安藤さんも有名な建築家。維新は気ぐれ上田の匠系って私いつも言ってるんですけど、維新の幹部に気ぐれの顧問をなさってた谷畑の隆さんっていう方がいらっしゃって、上田の匠の秘書からスタート。上田の匠さんは部落解放同盟委員長をなさってた方。記事によりますと、いよいよ開催まで1年を切った2025年大阪・関西万のパク、膨らむ費用、建設の遅れなど課題が脈々と山積しているが、諸悪の根源は何なのか、万のパクのシンボルが作られる過程でのずさんな実態を通して、日本を代表する世界的建築家が基金の真相を問う。お便所を爆発したんは4時間後に消防に報告してんねんけど、隠す気満々やったんかな。記事以降。会場をぐるりと囲む木造の大屋根、通称木造リングと呼ばれる大阪関西万のパクのシンボルは、大阪へ万のパクを招致する最初の段階で作成された計画案には明記されていませんでした。あれ、工事の担当者が邪魔や言ってたな。一体誰がいつ作ると言い出して建設することに決まったのか、その経緯も含めて責任者が不明で、信頼できる情報が発信されているとは言い難い。数々の疑問に対して責任者がしっかりと答えてくれればいいだけなのに、それができていません。イソジン吉村さん無責任やんか。建築家から見たらありえない発言の真意やて。こう語るのは、3月5日、建築界のノーベル賞と称されるプリツカー賞を受賞し、建築家の山本の利権さん79歳である、日本人として5年ぶりの快挙となった山本さんは、受賞後のインタビューで来年4月から開催される大阪関西万のパクについて問われた際、あれほどひどい計画は建築家から見たらありえない、などと、絶望鋭く批判した。世界的な建築家が公然と万のパクに物申したのは初めてのことで、正論だ、よく言ってくれた、などなど世間から多くの支持を集めたことは記憶に新しい。万のパク開催まで1年を切る中、改めて山本さんに発言の真意と建築家がなすべきことについて語っていただいた。一番の問題はってちっちゃいタイトルで、今回の万のパクにおける問題点は、責任者が誰なのかわからないということにつきます。怖いね。誰も責任取らないんだ。イソジン吉村やろ？ほんまは。ちゃうの？イソジン吉村さんまた国のせいにすんのかな？全部読むと大変なことになるので、あいつなんで。私が建築家の立場から憂慮する木造リングについても、実際は誰が考案して設計したのか、会場の設営を進める万のパクの協会がいつ誰に依頼して承認したのか、常識的に納得できるような公的説明が皆無です。やってこわ。メタンのガスで燃えてしまいそうな気がしてなら、コンペの審査が驚くほどずさんやってんて。コンペ参加者から怒りのメールが、言って。めっちゃ怒ってたみたい。プロの目から見たらとんでもみたいですね。私は、この万のパク、カジノありきっていうところに焦点を当てたいので、その部分をピックアップします。海外のカジノ業者の利益に、っていうちっちゃいタイトルの部分。最後に山本さんの憂慮は、大阪府市が誘致を進めたカジノを含む統合型リゾートを前提に万のパクの計画が進行してきたことにも及ぶ。ここよ、ここ。みんな知るべき。維新のヤバさがわかる。藤本さんと出会った際、この藤本さんっていうのはプロデューサーやねんて。で、誰が選んだか分からへん人みたいなんですよ。彼には説明責任としての自覚が全くない。そもそも
自分がなぜプロデューサーに指名されたかわからないというのです。それは藤本さんから直接聞きましたって書いてあんねやんか。ちっちゃいタイトル、海外のカジノ業者の利益にこれよ。これマジでやばいねんけどな。最後に山本さんの憂慮は、大阪府市が誘致を進めたカジノを含む統合型リゾートを前提に、バンのパクの計画が進行してきたことにも及ぶ。藤本さんと直接会った時、大阪に住む人々の生活に無関心だなという印象を持ち、不安に感じました。藤本さんってのがどんなやつか知らんけど、維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させる地域の革命運動をやろうとしててんで。これは大阪維新のあそこの公式ホームページに掲載されていた事実です。大阪都構想への誤解を解く。誤解も何も。左の翼に向けた文章やったわ。維新はネトウヨに人気やけど、ちゃうで、うちら左の翼やで安心してね、みたいな。大阪都構想は大阪市を国から独立させる地域の革命運動である民の族の解放運動とか中央は嫌うけど必要やねんみたいなこと書いてあってんけど、どこの民の族やねんってツッコミ入れられんで。ある学者がある雑誌に掲載して、それに加筆して了解を得て掲載しましたで大騒ぎされたんで慌てて消しはったけど、だって維新は奇遇で上田の匠系やもん。もともと上田の匠は、友さんの党やもん。友さんは共産。で、友さん系の、日本の声っていうのに行って、日本の声っていうのは、新ソビエテタ連邦。でも、中の国の友さんは嫌いやで、を明確にした政党で、友さん共産で、ソビエテタ連邦なくなったから、社会党に移りはってん。あ、社会党も、友さんの党ももともと同じ組織なんですね。そもそも私は社会党って何やねんからリサーチ始まってるんですよ。社会統計の実にお偉い、肩書きが立派すぎる。素晴らしいとされる先生とのお仕事が苦痛で、政治学者ってこの程度でなれるの？てか社会党って何なんって調べ出したんです。維新は込み入ってる国際共産党第三インターナショナル系でもあんねやろな。丸山の穂高さんが維新にいらっしゃった時、北方の領土は戦争をするしか取り戻されへんでっておっしゃった言葉が問題発言や言うて、丸山さん放り出して、今の代表の馬場の信行と、片山の虎之助が、ロシロシの大使館にお詫びに行ったからね。あ、やっぱ、こみってる、そのままで、維新は、友さん系やねんや。社会の丸主義系の人たちもいるけど、まあ、どっちにしても同じやからな、マルクス系。記事戻って、万のパクの会場は、大阪市民が生活する町から遠く離れた場所。大阪湾のゴミ処理場の跡地です。そこに会場を作ると決めた政策自体に問題があります。大阪の都市計画。未来へのビジョンがないまま、短期的な金銭的利益のために万のパクを利用するのは間違っている。万のパク用地の後利用として IR を計画した方が合理的だと考える人もいるかもしれませんが、そこで生まれた利益は本当に大阪市民へ還元されるのでしょうか。ほとんど海外のカジノ業者の利益になるだけではないでしょうか。魔の顔のカジノ王のところに行くんやろ、知らんけど。 IR 計画は地元経済のカジノ依存を生み、むしろ周辺の産業基盤を歪んだものにします。さらに言えば、そうしたギャンブル事業による収入を大阪府市の財政に恒常的に組み込むこと自体が問題です。ギャンブルを運営する業者が失敗しないために、その利益を安定させる政策にならざるを得ないからです。万のパクは現在のみならず未来の住人に対して夢を与えるために開催されます。でもそんなんちゃうやんか。イソジン吉村たち、大阪市を国から独立させる地域の革命運動をやろうとしててんから。で、夢島万のパク IR が、地元自治体トップである大阪府のイソジン吉村知事らの夢だとしたら、それは大阪の人たちに共有されているのでしょうか。未来の住民であるはずの子供たちにきちんと伝えられる夢なのだろうか、はなはら疑問です。で終わってんねんけど、大阪都構想で大阪市を国から独立させる地域の革命運動をやろうとしててん。ほんまに書いてあってんて。
ほとんどの人が知ろうとしないけど、そんなところ信用したらあかんねんけど、知ってもらう機会はないのかしら。